How to Revit Basic 3-25 レベルと通り信号のレビットの作図についてです。プロジェクトブラウザーの平面図の設計 GL をクリックし、AutoCAD もしくは他の CAD ソフトで読み込んだ図面データをもとに柱および外壁を作成してください。この時に作成するのは衣装で作成された方が後々楽です。いかがでしょうか。また次回、今度はレビットの方で実践してみたいと思います。